こんにちは、シュです。今日は陳式太極拳廊下一郎の第13式奥步と第14式延寿弓拳を練習したいと思います。両手は下に留意しながら左膝を上げます。左足と左手は前に出します。重心左に移動しながら体左に回転、右足と右手前に出します。重心右足に移動して体右に回転、左足と左手前に出します。両手は胸の前で合わせるように。次、重心を左に移動、体左に回転、両手は逆転して開きます。重心右足に移動して体右に回転、両手は順転して合わせます。右手は拳を握ります。次、重心左に移動、体に左に回転、両手拳を握って左肘は後ろ、右拳を前へ打つように。目線は前を見ます。一緒に練習しましょう。